郷原塾は北国西海道の宿場で、品野国筑摩群郷原町村と県国町村にまたがっていた。なお、1902年の篠ノ井線開通に伴い、宿場の機能を失っている。慶長18年、松本藩に小笠原秀政が飯田より入法し、翌年宿場改めを行った。中仙道洗い場宿から猿ヶ番バンバ峠を越えて、 谷街道東海山宿までの全工寺街道を整備し、奈良川東岸の上野地席の人々を街道沿いに移住させて、郷原塾を設定した。南北山頂32県で、当初は宗谷数23県の集落であった。これが京安4年には38県、安政2年には宗谷数72県となっている。 それでも中仙道三宿の店舗十四年の屋数は、塩尻宿166件、荒井馬宿163件、元山宿117件と比べるとはるかに少ない。これは、中仙道が五街道の一つであって、抗議の通行が多く、主要街道としての宿場の構成を備えていたからで、あり、郷原宿は、地方の脇街道の宿場であったためである。元禄三年頃から、 天馬、スケゴが整備され、助郷宿としての役割を担った。本陣や、脇本陣はなかったが、大名などは、旗後の山城屋や豚屋に休泊したとされる。特に、山城屋には上落途中の佐久間正山も宿泊の記録が残る。豚屋役は上豚屋と、家門屋が毎月交代で務めた。二度の退化により、郷原塾は全焼する。 一度目は文政四年で、二度目は安政五年。一度目の大化で、豪福寺も全焼するが、その後再建されている。二度目の大化の際、豪福寺のみが累承を免れた。幕末の安政五年の大化の後に再建された町並みは、かつて、龍宗義が、宿場全体が誠に、見事な一個の作品だと言ってよいと絶賛した。古い建物は、 ゆるい勾配の霧妻屋根で、妻側を正面とする本棟作り。スズメ踊りと呼ばれる胸飾りが、異風堂々とした外観を与えている。また、家屋の前面には、庭木が植えられていて、他の宿場町と異なる独特の景観を作っている。現代の建物にも、妻入りの構造は引き継がれている。北国西海道。ありがとうございます。